訪問介護事業所と居宅介護支援事業所の違い。訪問介護事業所は、利用者が自宅や施設にいる場合に介護サービスを提供する事業所です。一方、居宅介護支援事業所は、利用者が自宅で生活するための支援を行う事業所です。訪問介護事業所では、利用者の要望や状態に合わせて、介護スタッフが定期的に自宅を訪問し、入浴や食事、排泄などの介護や生活支援を提供します。また、訪問看護やリハビリテーションなども行われます。一方、居宅介護支援事業所では、利用者の自立支援や生活支援を中心に行います。利用者が自宅で過ごすための環境整備や、介護保険制度の利用方法の案内、訪問介護や訪問看護などのサービスの紹介、介護予防や健康管理の指導などが行われます。このように、訪問介護事業所と居宅介護支援事業所は、それぞれの特徴を持ち、利用者の状況やニーズに合わせて選ぶことが大切です。介護や生活支援に不安や悩みがある場合は、地域包括支援センターや市町村役場の福祉課などで相談することもできます。